ガラシャが魔界に現れ、前回現れた謎の女は織田信長の妹のお市の方であることが判明する。渡辺の綱は夕顔に対し、誰にも邪魔されない展開へ行こうと提案するが、そこに滝夜叉と俵の藤太が現れ、綱の右手に宿った名刀髭切丸を譲れと言い、滝夜叉は父である平将門の復活に夕顔が必要なため夕顔をもらい受けるという。綱はこれを拒否し、藤太と戦い始める。藤太が劣勢になった時、滝夜叉は久喜義高と村上武義を藤太の救援に送る。追い込まれる綱、盟友の危機を救ったのは阿部の生命である。真田大輔が前回自分を裏切った霧隠れ才蔵を責めている。前田刑事が救いに行く。刑事は才蔵が生前愛した貝姫の娘であることを悪老王に告げられる。刑事は才蔵を救うため大輔と戦う。しかし刑事が優勢に戦いを進める中、才蔵は刑事を刺す。大輔は刑事にとどめを刺そうとするが、ドーマンによってその場にいた全員が異空間に飛ばされてしまう。その頃、杖高房は望月千代目と共にお市の方と向き合っている。お市の方は杖高房を自らの配下にしようとするが、ガラシャが現れ、お市の方に対して高房を返してもらうと言い、朝比奈義秀を呼び出し高房を襲わせる。高房が絶体絶命のピンチに、再び包帯まみれの謎の男が現れ、高房に助け立ち、黒魔術軍は撤退を余儀なくされる。綱、夕顔を救った生命、久喜武義に対して苦戦を続けている。その生命を救うため、大堀安房、越智康成が現れ参戦。形勢を逆転するも、藤原の住友が藤太に加勢。さらにはガラシャ、鶴姫が現れ、生命は再び窮地に。絶体絶命の生命を戦場から戻ってきた綱と夕顔が救うも、夕顔が悪老王の人質となり、綱は藤太によって右腕を切られ、髭切丸を奪われるのであった。